Eso estoy llevando a cada uno para allá, para arriba. ちょっと匂いますね、まだこのビルの下ではですね埋まってる人がいるんだそうです。連日の気温が30度を超えるレオガン市では生き埋めになったままの遺体が腐敗し異臭を放っている。ハイチ政府は捜索中止を発表した。しかしまだ掘ってます。皆さん疲れ切ってますね。レスキュー隊の方も生存者がいる可能性を考えてまだ掘り進めてるんだそうです。¿Cuántos días ya trabajando aquí? Llegamos al segundo día del terremoto. Dos días, tres días ya casi. Más de 50 horas trabajando aquí. これ彼らの食事だそうです。もう完全に詰まってしまってんですよ。こういったものを食べながらもう2週間近くここでレスキュー作業を続けてるんだそうです。Para escuchar si es respiraciones o pequeños golpeteos。救助隊はこの付近で5人を救助し、奇跡に望みを託している。一方、日本からも自衛隊の第一陣30人が配置入りし、被災者の治療に当たっている。もう悲惨な状況ですね、驚いているのは現状なので、まだまだちょっと被害状況をつかめてないので。ハイチ政府は地震の死者は15万人に上ると発表。怪我人の数は未だ把握できていない。伝染病の発生も心配されている。わーい、まだ終わった、ベイグル、ベイグル。